都学市村は、かつて、長野県上海の地群に存在した村。長野県の北部、都学士山の麓に位置していた。2005年1月1日に、長野市へ編入され消滅した。現在、長野市の内町、アザメイに、都学市を管している区域が、旧都学市村の区域である。最盛期には、人口が1万人ほどあったが、現在は、 4000人ほどに落ち込んでおり、過疎地域に指定されていた。長野県の北西部に位置する。村域は東西方向に 9.9km、南北に 20.1km で、総面積は132.76平方 km である。都学市という地名には諸説ある。現在の長野市、都学市。旧村域の北部から中部にかけての地域で、 都学市神社の門前町として発展し、戦後は都学市スキー場や都学市ワードラインといった開発が行われ、観光客で賑わう。都学市三門前と都学市神社社地から成立した水内郡都学市村と楠木川上流の水内郡上楠木川村を前身とする。両村は1876年に合併。1889年、豊岡村と合併して、 以降は、都学市村の大技となる。現在の長野市都学市と八日。旧村域の東部、飯綱山麓に広がる高原で、農業の他食品加工、電子部品の工場が立地する。村役場や保育所、都学市小中学校、長野県長野吉田高等学校都学市分校が置かれる。猿丸太夫ゆかりの地でもある。上身の地群と八日村を前身とする。 1876年、水内文化クス河村、上野村、秀で田村が合併して成立。村名は、当地の古名から、ステゴドンの頭蓋骨現在の長野市と学士祖山、裾花川以南の山村。裾花渓谷沿いに国道406号が通じ、長野市中心市街地へのアクセスが良く、県業農家が多い。作草と呼ばれる当地の、 第三基地層からは、ステゴドンなどの化石が発掘されている。上身の地群素山層を前進とする。古くは、曽山とも、佐久村を経て、戸隠村の大技となる。現在の長野市戸隠と千原。旧村域の西部に位置し、裾花川を隔てて、南に曽山と接する。基女、紅葉伝説が伝わり、これにちなんで設置された、能舞台がある。地名も、 平これもち率いる軍勢が藁をを時あえをした、時藁の地に由来する。上見の地軍、土地原村を前身とする。江戸時代は、松城半領で、浅や、漆、和紙の産地であった。作村を経て、戸隠村の大技となる。戸隠後当地マンホールカバー、豊岡城下センター作郵便局戸隠へと続く、バードライン、戸隠神社奥社杉並木戸隠神社奥社。 都学市民族館都学市スキー場都学市神、津御温泉遊行館。ありがとうございます。